でかっ、なんだあのサイズ。でもよかった、ちゃんと実体化してるね。ハレスと同じ方法が通用するか不安だったが。ルーシスカル、早速運び出せ。いやいや、さすがにデカすぎんだろう。どうする、あんなの盗めなくない。どうしたものかしら。なんだあいつは。アリス、やはりこうなるか。ダメだよ君たち、勝手に入ってきちゃう。私の集めた願いどうしようっていうのかな。あ、君確かジョーカー君だよね。私のものになりに来てくれたのかな。へえ、やっぱりこれ盗もうっていうんだ。ヒイラギアリス、お前がやってきた悪事全てを見通した。強制的に人の願いを奪い貪り、無茶な告白を強要し、何の罪もない男女をもてあそんだ。自分の店まで開いて詐欺みたいなことして貢がせてたろ。偽りの戒心を操り人々、あんたの歪んだ心、怪盗団が叩き直してあげる。高巻さん、とっても綺麗な人、あなたにはきっとわからない。囚人であったことを言ってるの。どこでそれを。全部知ってる。あんたがいじめられてたことも、惨めな思いをしたことも。でも私は。ああ、そうなんだ、知ってるんだ。買われたと思ってもどこまでも過去が私を追ってくる。惨めだよ、本当に惨め。でももういいんだ、この力があれば何もかも手に入る。欲しかったもの全部。みんな私のものになって。なんだこいつ、ウサギみてえな姿に化けやがった。これも不思議の国のアリスというわけね。さあ急がなきゃ、時間に遅れちゃうよ。私がみんなを素敵な場所に案内してあげる。素敵な場所。反応しなくていいソフィー、どうせあの世とか言うだ。アリス、あんたの目私が覚まさせるから。怪盗団ってみんな仲がいいんだね。もしかして恋人同士もいるのかな。はぁ、あんた何言ってるの。高巻さんは誰を狙ってるんだろうね。私はジョーカー君が好みかな。あなたのハートもらっちゃおう。なんかもらうとか言ってんぞ。気をつけろジョーカー。あいつは任せてくれ。あいが弱点、強いけど頑張れ。終わりだ。はっ、後ろ。手強いわね。ナビ、敵に弱点はない。待って、今解析中。弱点属性は変えんな。あいつの性根ごと燃やしてやれ。くどーん。うまいぞジョーカー、ナイスだ。ジョーカー、いい調子ね。あいつは任せる。運動が効かない上に強敵だ、気をつけろ。セクシーショー始まるよ。そんなに私を怒らせたいの。火炎が弱点で間違いないぞ、炎上させてやれ。アリス、
あんたなんでこんなことを。今だ。罪のない人を巻き込んで。別に私は悪くないの。みんなが勝手に私のことを好きになっちゃうだけ。それなら仕方ないよね。他の女には興味ないの。それはあんたが改心使ってみんなの心を操ったんじゃない。全部知ってる。でも高松さんに回答だったなんて驚き。私の改心とあなたの改心、どっちが魅力的か勝負してみる。始まるよ。おい、アリスがステージに待って。腹を立つ。ぶち上げろ。ちょっと何するの。やけろ。入るぞ。オーケー、エンボスで。こいつって弱い。気をつけろ。出てこい。やるぞ。頼んだ。任せろ。クラッカーでかー。こいつはもう狂気だな。こいつ始まるよ。弱点に引っか。それでこそだな。延長してる敵がいる。疾風か確熱で追撃だ。あいつは任せてくれ。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。洗脳が厄介だな。注意しろよ、お前ら。さあ、ご褒美。おい、落ちる。いいぞ、弱ってきてる。このまま倒してやる。ナイス、ジョーカー。弱点にヒット。いい動きだったわ。頑張れ、ディフェンスアップ。サポートは任せろ。相手を任せて。あいつ、疾風に弱いみたいだ。疾風属性のスキル持ってるか。来い、撃ち抜く。いけるぞ、ショータイムだ。ショータイム、ジャックランタン食らえ。お、すっげえな。やるじゃん、さすが。うどん。撃ち抜く。粘動が効かない上に強敵だ。気をつけろ。セクシーショー始まるよ。あいつは任せてくれ。どうして邪魔するの。
あなたたちも私を否定するの？許せない。惨めなのは苦い。なんか雰囲気が変わった。みんな気をつけて。うわ、なんだこいつ。動きが変わった。早いぞ。みんなお仕置きしてあげる。まだ倒れないなんて。アリス、どうしてそこまで。高垣さんにはわからない。下げまで、バカにされて否定され続けるのがどんな気持ちか。自分はカースト上位だと思い込んでいる人の残酷なんだよ。いじめられて苦しんでる人がいても知らん顔して笑ってる。知るだけで罪だよね。だから教えてあげるんだ。あなたたちなんてゴミ同然だって。お宅にすり寄ったって逃げられないの。裏切らせて絶望を与えてやる。男の子はみんな私のことが好きになるんだから。ふっ、走る。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。ふっ、走る。ヘルソナ、ナイスジョーカー。弱点にヒット。すごいなジョーカー。正体ジャックランタン食らえ。おお、やるじゃねえか。いい動きね。負けてられない。クイーンのピンチ。死ね死ね死ね。粘土が効かない上に強敵だ。気をつけろ。撃ち抜く。あいつは任せてくれ。許さない。許さない。いいものがあるな。それ攻撃に使えないか。撃ち抜く。強敵だな。気合い入れていけ。ナイスジョーカー。弱点にヒット。なんだよ、やるじゃん。やりに食べるぞ。オーケー、いいぞ。スキンヒット。やるじゃねえか。届け、届け。チェンジだな。任せろ、来い。みんな頑張れ。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。ハエが弱点。強いけど頑張れ。あいつは任せてくれ。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。よっしゃ。いい攻撃だ、スカル。見たかよ、今の。頼んだぜ。任せて、代わって。あ、死ね死ね死ね。粘土が効かない上に強敵だ。気をつけろ。はい、はい、はい。許さない、許さない、許さない。かっこいい。ソフィーの体力、注意してあげて。こいつ手ごわい。気をつけろ。弱点に引っか。グッジョブだジョーカー。炎上してる敵がいる。地球が隠れて追撃だ。終わりだ。よし、パワーアップだ。ネビ、ありがとう。あいつは任せてくれ。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。決める。出るだろ。許さない、許さない、許さない。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。私は誓ってない。どうして。アリス弱ってるぞ。
と一歩だ。みんな踏まれ。私を避け住んでた女たちに思い知らせる。どこを見れば私のものにして。それがアリスの言いたかったこと。バカ言わないで。私は覚えてる。あんたが言ってたこと思い出して。アリス、あんた本当はどうしたかったの。私は…早っ。後ろ。連動が効かない上に強敵だ。気をつけろ。レッツショータイム。ジョーカーやっちゃえ。ジャックランタン食らえ。ジョーカーかっこいい。任せてくれ。さすがだぜジョーカー。頼む、任せとけって。任せた。よし、はっ、撃ち抜け。まだまたぶちまけろ。チェッ、うまいぞジョーカー。な何するの。今だ、畳みかけろ。届けろ。いいぞナビ。変えた弱点、強いけど頑張れ。撃ち抜け。奪え、カリスマ。奪え。弱点に引っかかる。これも見習うしよう。あいつは任せてくれ。さあ行くぜ。ジャーリア、どけよ。ペルソナ。こいつだ。強敵だな。ダイレクト。邪魔だ。邪魔だ。くらいな。死ね死ね死ね。こら。ダリア。いいものがあるな。それ攻撃に使えないか。これだな、これだ。チェッ。よっ。連動が効かない上に強敵だ。気をつけろ。ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて。チェッ。ここか、来い。やったか。これ以上やっても自分が惨めになるだけ。あんたに何が。やっぱり勝てないね、高野木さんみたいな人には。昔からそう、カースト上位の人には頭が上がらない。自分をなんとか変えようって、デザインを勉強して頑張ってここまで来た。それなのにあの女がまた現れて私の過去をみんなに言いふらし始めた。いじめられてた惨めな豚だって。だから奪ってやった。男も友達も何もかも。それでもまだ許せない。あの女も、陰で笑ってた奴らも、見て見ぬふりしてた連中も、みんなみんな許せない。アリス、これが心の傷。この力があれば
みんなに復讐できる。だから、だからいじめる側に回ったってわけ。バカ、それじゃ同じじゃない。あんたをいじめてた奴らと何も変わらない。それでいいの？そんな奴らと一緒でいいの？あんたはなりたかったんじゃないの？誰かの、ううん、自分自身の光に。平気で人を傷つける連中の言葉になんて負けないで。たくまき、そうだ、私助けたかったんだ。私自身を、どこかにいる私と同じ思いをしてる子なのに、私、ここにいる怪盗団のみんなや親友のおかげで歩き出せた。あんたは一人じゃない。自分を取り戻せたら私と友達になろう。高巻さんと、いいの？もち、だって私、同じ夢を持ってるヒイラギアリスが大好きなんだから。しかしすごかったな。願いは持ち主の元へ帰ったのだろうか。うん、あそこから見えたよ。願いが戻った人は消えていってた。これで現実の人たちも元に戻ってるといいんだけど。そうね、きっと大丈夫。っておい、モナちゃん、どうかした？おかしい、崩壊してねえぞ。願いは飛び散ったぞ、ブワーって。いや、この世界のことだ。そういえば、お宝奪ったらパレスは崩壊してたよね。いつも必死こいて逃げ出してたもんな。だが、崩壊の気配など微塵もない。主が消えて願いが消滅してもジールは消えないのか。それってやっぱりこの世界はパレスとは違うってことだよね。まだこの事件は解決してないのかもしれんな。アリスは何か知らないかしら。現実に戻ったら本人に聞けないかな。素直に話してくれればいいが。パンサーになら話すんじゃね。え、わ、私？
気が合いそうだったし。大好きだとまで言っていたな。いや、もう、だってもったいないよ。アリスの才能は本物だもん。それに誰かの光になりたいって気持ちはもともと歪んでなんかなかった。最初の気持ちを思い出せば必要とする人に届けてくれるかもって。私も負けないように頑張る。すごいな。どうしたのソフィア。怪盗団の言ってた通り、ヒイラギアリスは変わった。ただ倒していたら気づけなかった。こうなるって分かってたのか。そんなことないわ。でも変われるのが人だから。変われるのが人。人の心って難しいね。何かを乗り越えて強くなれたかと思えば。確かに難しい、人の心。まあ謎の量に関しちゃソフィーも負けてないけどね。いや、私は人の良き友人だろ。分かってるな、スカル。なるな、スカル。本当に分かってるのか。それじゃあ戻りましょうか。現実のアリスがどうなったかも確かめたいし。うん、早く帰ろう。さて、今会いたい人のコーナー。本日は再びヒイラギアリスさんにお越しいただいています。アリスさん、先日あんなことがありながらのご出演ありがとうございます。何でも今日はアリスさんからお話があるとか。はい、皆さんにお伝えしたいことがあります。先日このスタジオで起こった事件ですが、あれは私のせいなんです。生放送中に私に告白するように MC の人をけしかけたんです。一緒にいた女性の方と婚約したばかりと聞いて。アリスさん。あの二人だけじゃありません。幸せそうな女性を見ると、いろいろな男性を惑わせて破局させました。ちょっとねえ、何これ。そんな私をマネージャーは止めようとしてくれてましたけど、私はそんな彼らにも腹を立て、泣いて謝るまで暴行を繰り返しました。マネージャーが交代したのは、私が前のマネージャーを潰したからです。これまさか。今話したことは正真正銘の事実です。今まで多くの人たちを欺いて、本当に申し訳ありませんでした。心の怪盗団？全部私がしたことなんです。周りの人たちは何も悪くないんです。ごめんなさい、ごめんなさい。おい、カメラ止めろ。放送中止画面急げ。